倉林明子さん。日本共産党の倉林明子です。私は日本共産党を代表して地域共生社会の実現のための社会福祉法等改正案に反対の討論を行います。新型コロナウイルス感染症が拡大し緊急事態宣言が出される中で介護、障害、保育など福祉事業は私たちの社会にとって不可欠の存在であることが明らかになりました。同時に現場で働く人たちの強い責任感によってどうにか維持されている地域の福祉基盤はとても脆弱であることが露呈しました。今第2波に向け備えるのであれば政府がやるべきは助け合いを求めることではなく危機にあっても生存権を保障しうるセーフティーネットの強化と地域福祉の基盤といえる介護・障害福祉をはじめとした福祉事業が安定して維持できる抜本的な対策です。経済活動の自粛が広がり雇用情勢は一気に悪化しています。新型コロナ感染症の影響による解雇雇い止めは5月29日時点でも1万7000人に達する勢いです。多くの人が営業や外出の自粛要請により仕事をなくし収入の減少に苦しんでいます。住宅も失う人々、今日明日の食費にもこと各シングルマザーと子どもたちが急増しています。時間の経過とともに生活に困窮する人たちが一気に増えることも予想されます。生存を脅かされることがないよう生活保護制度の入り口を広げ困った人が利用しやすくするための対策が緊急に必要です。一つ、申請書類の簡略化とファックスや郵送で申請も可能とすること。二つ、速やかな決定につながり申請者のハードルを下げるために資産要件の適用を一時的に停止すること。家族や親族に対する扶養照会の一律停止を直ちにやるべきです。生活保護への偏見を払拭するため権利であることを含め積極的な利用を促すための手立てを取ることを求めます。新型コロナ感染症拡大に伴い介護・障害福祉などを担う事業所は窮地に立たされています。共サ連が障害児者の支援に関わる事業所に行った調査では4月5割の事業所が減収に陥り居宅介護では平均111万円もの減収になっています。今日明日の存立に関わるところまで追い込まれている事業所もあります。就労支援の事業所では働く障害者の工賃が払えない事態となっています。全国介護事業者連盟が行った第二次調査では9割以上が経営に影響を受けている、受ける可能性があると回答しています。3月以降の利用者減少などによる大幅減収に加えマスクや消毒等の負担がのしかかり事態はさらに深刻化しています。このままでは感染が収束しても事業を再開できず長期化すれば介護崩壊につながりかねません。これらの事業所による支援が途絶えれば高齢者や障害のある人が地域で生きることはできません。福祉現場で働く人たちは常に感染リスクと向かい合いながら利用者の日常生活を維持するために懸命に働いています。しかし経営難は一時金切り下げや賃金カットなど従事者にも影響が及んでいます。感染の第3波への体制を準備しなければならない今、賃金が保障されず離職するなどの事態を招いてはなりません。マスク、使い捨てエプロン、ガウン等衛生防護用品を国の責任で安定供給を確保すること、必要とする利用者、従事者が PCR 検査を受けられるよう体制整備することを求めます。すべての事業所に昨年度の実績に見合う収入補填を早急に行うべきです。すべての福祉職に特別の手当を支給すべきです。新型コロナ感染症が拡大する中で高齢者と家族の生活は激変しています。こんな時に介護保険、医療費の負担増などもってのほかです。撤回を強く求めるものです。介護・障害福祉などの事業所、
職員、利用者家族は新型コロナウイルス感染症への対応に日々追われて疲弊しています。本法案は現場に大きな変化を迫るものであり、介護の現場からも障害の現場からもなぜこのような余裕のない時にと声が上がっています。私たち抜きに私たちのことを決めないでとの原則は貫かれなければなりません。共生をうたう 法案であるなら、当事者関係者が知らないうちに十分に議論に参加できないまま成立させることがあってはなりません。本法案に反対する第一の理由は、地域福祉推進の主体に地域住民等を位置づけ、複雑化した課題の解決を求めていることです。その一方で、国地方自治体は支援者や住民をつなぐ共助の場の創設や連携強化などの役割にとどまっています。地域福祉の理念を歪め、公的責任のさらなる後退につながります。包括的な支援体制や断らない相談支援は、その必要性はあるものの、民間への丸投げや財政的にも人的にも十分な裏付けがなく、このままでは実効性が確保できません。韓国のソウル市が同じく制度から漏れる人をなくすよう、福祉を届ける対策として専門職の公務員によって出かける福祉を実現したことと、あまりにも対照的と言わなければなりません。8050問題やダブル介護などの問題は、社会保障制度の後退と担い手である公務員が削らされ制度から遠ざけられた結果ではありませんか。自己責任の強調で助けを求められなくなって、社会的に孤立を深めているのではありませんか。複雑な課題を抱えた人たちが地域で尊厳を持って生きていくためには、まず公的支援が保障されることが不可欠です。公的責任を前提として住民の主体的な活動があるべきです。自己責任、家族責任のさらなる強化を一方で進め、制度を利用できない人たちを拡大しながら自助・互助を求め、国・地方自治体の責任を後退させることは許されません。第二に、社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人同士の資金融通や人材確保の共同化を進め、効率化・大規模化に向けて中小法人の合併や事業譲渡へ道をつけるものです。効率化のみが追求され、大規模法人を基本とした報酬や支援制度に変えられれば、小規模法人の経営は成り立たなくなります。小規模法人の存続が困難になれば、地域における支援の多様性は失われ、個別性の強い支援を必要とする人々の生活は守れません。介護・障害福祉等の事業所はコロナ禍にあって、利用者と家族の命と生活を支え、地域に不可欠な存在であることが明らかになっています。規模に関わりなく安定した経営が可能な報酬体系、財政的保障を確立することこそ今求められています。第三に、人材不足を理由に介護福祉士養成施設卒業者の国家試験にかかる経過措置を延長することです。福祉部会でも反対意見が多数あり、法案審議中にも関係者から介護福祉士の地位向上に逆行するとの抗議の声が寄せられております。また準介護福祉士という二重構造を前提としており、介護報酬の差別化等、介護職全体の労働条件を低水準に固定化することになりかねません。政府がやるべきは、ケア労働を軽視する政策を改めることです。介護現場で働く職員の専門性を正当に評価し、著しく低い賃金水準、実情に合わない職員配置、人員基準の抜本的な引き上げを強く求めて討論といたします。